おはようございます。釣り子 TV です。この入れ物ね、実はですね、中にこういう感じでパックロッドね、いっぱいしまってあるんですけど、ちょうど長さがちょうどよくて50センチ以下のロッドを運んだり、あと保管するのに便利だなぁなんていう風に使ってるんですけど、コンパクトロッドね、これを組み合わせていくと結構便利なね、竿になるわけなんですが、結構ね、いろいろ持ってるんです。で、こういうロッドを使う時に欲しかったもの、あのね、ロッドセパレーターって言って、誰でも確実簡単に取り外せる、こういうものなんですけども、まあ便利グッズですね。まあこれはね、分解できて、こう、ちゃんとしまえてるわけなんですが、これをね、買いたかった理由っていうのが、じゃじゃーん、これね、お気に入りで使っているモンスターキスのディアモンスター MX6 っていうモデルなんですけど、ちょっとね、硬くなっちゃって困ったなーってね、まあコンパクトに持ち運べるっていうのがポイントなんですが、コンパクトになんなくなっちゃったーなんていう時にこれね、取り寄せてみたので、じゃあね、早速ね、試していきたいと思います。こっちのグリップの方は力入りやすいから、まあ例えばこっちの、あ、こう、あー、グリップがね、これですごい力が入りやすくなっ、じゃあこれで早速、お、お、あ、回った、あ、力がね、やっぱ入りやすくなったから、これで、あ、おー、ここにね、こういう感じでね、ぎゅーっとね、握り込めるから、力が入ります。じゃあね、早速、こっちの方もね。で、こういう時にこのね、ガイドとかに力入れると、どうしてもやっぱね、丈夫に作ってあるとはいえ、こういうスレッドのところとかね、ちょっと心配になるので、それがこの、ブランクのところで、こう、うまいこと、挟まって、これで力が入れられるっていうのは本当いいなと思って、はい、装着して、じゃあ次のパート行ってますね。おーいいね、いいね、いいね。そしてそして、最後はそうだね、こっちの細い側にこんな感じで、やっぱグリップすごいね、ここ、こう持ってるんですけど、これがね、柔らかい素材なのですごいね、力が入りやすそうね。で、ギューッとこっちで保持して、そして上の方を慎重に、おーおー、いいですね、久しぶりに分解した、はいはいはい。というわけでね、簡単にこうね、取ることができました。あ、たまにそうっすね、例えばタモ網がビヨーンっていっちゃって縮まなくなった時とか、あと延べ竿がなんか力が加わっちゃってね、やっぱり力が入れづらいし、どうしようかなってね、そんな時にこれがあるとね、解決するっていうことで、固着した釣り竿を傷めることなく、一人で手間をかけずに確実簡単に外すことができます。というわけでね、このロッドセパレーター一つね、買ってみて試したんですけど、裏の説明を見ると、より強固な固着にはこれを2個買って、それで2個でね、こうギューっとやるとより外せるよみたいなね、上と下使ってみたらどうですかみたいなのも書いてあるんですけども、まあちょっと今回はね、この1個で外すことができたので、あ、これでね、本来のコンパクトな状態に久しぶりに戻ったので、これでそうね、こうロッドケースの中に、はい、よかった、あ、取れて、こういう感じでね、しまっているんですが、まあ普段はね、結構家で保管するときはね、そう、伸ばしたまんまとかもあるんですけども、せっかくコンパクトロッドなんでね、こういう感じでちょっと今回はコンパクトにして、整備しようと思ってね、これ、買ってみました。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、メーカーがですね、株式会社 TN 製作所の、名前がですね、ロッドセパレーター、これでね、便利にコンパクトロッド、遊ぼうよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。